やりましたね。チャンネル登録者数100人突破。気持ちいい。いやー、ついにね100人行きましたよ。あー気持ちいい。いや今ね気持ちよすぎて海の方に、一人で来ました。いやー、前回のね動画見てくださった方、ご存知の通り、私ね海外で、人気があるということで、やっとね僕のこの頑張りが、このね才能が認められたかと。気持ちいいね。うぅうぅ、いやー、つい100人来ましたよ。本当にね、この前のその動画でね、僕のデータ、見てる年齢層も、もう本当10代の方から本当ね60代の方までも本当見てくださってて、もう本当幅広いね、もう人気、そして海外、いやーもう勝てないねみんなね俺には。いやー本当にね、でね、その一つねちょっと僕もちょっと納得いかないところがありまして、僕のこのチャンネルの動画、基本もう8割ぐらいの人がチャンネル登録してないで見てるんですよ。うん。で、その2割の人はね、ちゃんとしてくださってる方たちなんですけど、だからなんか、要するにさ、チャンネル登録してないけど、ちょっとね、この第一カーニバル TV が、気になるからなんかね、調べて見ちゃうとか、うん、でも登録はしないみたいな、なんかそういうなんかこそこそとさ、なんかね、卑怯なね、ことをしてさ、登録しないで、で、この僕のこのね、もう天才的な、このもうね最強のこの芸を勝手に無料でさ、見てるね人たちがその8割ぐらいいるんですけど、本当になんかね僕には、おい食べてんじゃねえぞ、おい勝ってこい、おいなんで死ねえんだよ、おい日焼け止めが目に入ったわ。せっかくこの日のためにね、ネタ合わせの時間とか、そのいろいろライブとかもさ、もうずらして、全てさ、そのバイトだったりもう全てをずらしてね、このね動画をね撮るためにその日焼け止めも買いましたよ。やっぱ海、紫外線やっぱダメージ受けるじゃないですか。いやそれをさ、もうこっちはね、もう本当お金もね時間も全てかけてこうやってやってるのに、本当無料でなんかね、おい、おい、子供も見てるよ。ああ、気持ちいいね。いやー。